高橋名人のドキドキアップということで、この高橋名人のドキドキアップは私がおすすめする通勤通学途中などちょっとした瞬間にですね、ぜひプレイしてもらいたいというスマートフォン向けゲームを紹介するコーナーとなっております。この時間はこちらの美人さんと紹介させていただきます。どうぞ。こんばんは、アシスタントの織部ゆかりです。はい、よろしくお願いします。それでは早速ゲストを紹介したいと思います。お願いします。はい、フィールズ株式会社のプロデューサーもちぴです。はい、よろしくお願いします。今日はどんなアプリを紹介していただけるんでしょうか。はい、今日は iOS、Android 向けの、ゲームアプリアニマルモンスター、略してアニモンをご紹介します。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速パワポいってみますか。はい、ではお願いします。はい、ではアニモンをご紹介します。アニモンとは、白熱のモンスターバトルが楽しめる、超弾バトル RPG というゲームとなっております。はい、はい、次お願いします。で、どこが見どころかと申しますと、はい、まず白熱のバトルですね、これ、画面をタッチすると弾が打ち出されまして、この弾をですねチャッカーと呼ばれる的に狙い入れて、はい、狙い入れれば、的に入れば入るほど味方の攻撃力がアップして敵を攻撃するという、で 敵のモンスターと、白熱のバトルを繰り広げるというゲームとなっております。次お願いします。はい、2番目の魅力なんですけれども、このゲームのキャラクターが可愛くて、しかも滑らかにアニメーションします。この秒間60コマ。はい、秒間60コマです。これはもうこれ今週はゲーム並みっていうか、はい、ね、もう格闘ゲーム並みですね。ぬるぬるですね。とにかくぬるぬる動きます。で、キャラクターも結構可愛くて、はい、動物モチーフの、猫が、今左上に赤ちゃんから子供、そして成人へと進化していきますけれども、はい、こういった形で進化するキャラクターが、多数登場します。はい、で、右上のこの獣の、はい、狼の女の子とか、はい、虎の女の子とか、こういった形で獣と女の子が融合したようなキャラクターがたくさん出てきますですね。はい、で、ファンタジー、RPG に、つきものの、幻獣や悪魔のモチーフのキャラクターであるとか、はい、あと見どころとしてですね、この右下の食材キャラクターですね。はい、これ真ん中は僕がよく食べるやつかな。桜餅。そうですね、はい、餅をモチーフにしたキャラクターでして、モッチっていう、名前がついてるんですけれども、モッチ、このモッチを食べるとどんどん強くなると。その逆はあれ、柏餅ですか。あ、そうなんです。柏餅、そう、これはあのあ仙台アフロじゃないです。アフロじゃないです。はい、一番右は大福餅ですね。あ、大福ね。はい、こうふくふくしい感じの。いやでもこの次はやっぱり次いちご大福あたりいきますかね。ちょっとアップデートで検討します。ね、はい、次お願いします。はい、で3つ目の魅力ですね、これカップリング。これはどういうものかというと、お父さんとお母さんと掛け合わせてですね、子供が生まれると。カップリング、お見合いをするとですね、子供が爆誕するというシステムになっております。今ちょっと一瞬ちょっと考えちゃったんですけど、はい、うちの視聴者の皆さんは嬉しいやつですね。嬉しい、多分あのみんな独り身が多いですから。あら、そうなんですか。このゲームはこのゲームはいろんな組み合わせでいろんな子供が誕生しますので、この後のご紹介させていただきますので、はい、はいはい、じゃあ、はい、じゃあちょっと早速チュートリアルというか、そうです ねプレイの方を見ながら説明聞いていきますかね。はい、実際にチュートリアルプレイしたいと思います。はい、ちょっと待って、はい、今ね混んでます、うち車内。これはチュートリアルだから一番最初はみんながこう行くわけですよね。そうですね、このゲームの簡単なストーリーが設定、紹介されて、はい、こんな感じですと。ちょっと今じゃあストーリーをちょっとご紹介するのは、皆さん後でダウンロードしていただいて、ね、じっくりと、読んでいただくとして、どんな感じでプレイをしていくのかを、ね、中心に聞いていきたいと思います。バトルスタート。チャッカーに入れると味方モンスターがどうのこうの、ね、左の方を1回タップ。
はい、で球が出ましたね。大体タッチした方に球が飛んでいきますね。あ、そうなんですね。強さとかじゃなくて、うん、タッチしてこの辺りに飛ばすっていうことなんですかね。そうですね、おおよその場所に飛んでいきますので。なるほどなるほど。はい、じゃあ真ん中に、おい、お、うまいうまい、お、はい、たくさん入りましたね。たくさん入れば入るほどダメージがアップして敵に大ダメージを与えられます。なるほど。これは何ですか。あ、プレゼントボックスなんですね。はい、このプレゼントボックスというのがゲーム中登場しまして、これを取ると、はい、味方の体力が回復したりとか、スキルを使うためのマナが回復したりとか、まあ、様々な有利な効果がありますね。おい、お、すごい。これ1回にさっき見てたらなんか10発の弾を出すことができて。そうですね、基本的に持ち玉が10玉1ターンに10玉ありますので、はいはい、こちらを全部入れるとダメージが大幅アップと。今9入ったの。9。そうですね、そう、頑張りました。すごい、うん、あ、褒めるやんバレちゃう性格が、はいね、そう、褒められると、ね、ダメなんです。あー、やられちゃいましたね。ああ一体戦闘不能になりましたね。これは結局ステージが終わるまで戦闘不能は戻せなかったりするんですか。いえ、一度戦闘不能になりますと破壊しとして登場します。今 左の方にあるやつですね、はいはい、あれを破壊するんですか。そうですね、破壊石を破壊するみたいな。破壊石を破壊する、はい、はい、みたいな。破壊石を破壊し、あ、すいません、なんかすいません。いや、いいです。破壊石を破壊してください。はい、そうですね、はい。あ、でも HP がフルで復活するんですね。そうなんですよ。このゲーム戦闘不能になってしまいますと非常に不利になりますので、はい、まあ、こうしたなるべく早く破壊石を破壊して復活させるのがポイントですね。今あの敵が2体いますね、はい、これどっちの方を攻撃するとかっていう指定はできるんですか。できますね。あの、この順番どっちから先に攻撃するかによって、はい、ま、全く攻略の難しさとか変わってきますね。なるほどですね。そこら辺はだから普通のロープレと同じぐらいの感覚ですね。あの、雑魚から先にやるか、うん、ボスからやるかとかね、うん、そうですね。こう戦っている戦局に応じて敵が、はい、あの、怒るんですね、はい、怒り出しますと全く行動パターンが変わってきますので、うん、まあ、どうやって怒らせないように戦いを進めるかというのがとても大事ですね。なるほど。今1体撃破。お、落ちました。お、6、フィーバーゲージが溜まりましたよ。お、まあ、フィーバーゲージが溜まったのでフィーバーチャンスタイムに入りましたね、はい、でフィーバーチャンスに入りますと鍵が5つ登場しますので、はい、これを狙って全部取ってください。先に状態ですね。はい、よく狙ってください。はい、真ん中のあたり取れるか。お、来ました。ここで今フィーバーに入りました、はい、フィーバー中は敵を一方的に攻撃することができます、はい、うん、そして、弾数も無制限に所持してますので、まあ、どんどんですね、連打スピード勝負、はい、連打といえば、連打といえばお願いします。あ、もう、はい、はい、え、はい、名人お願いします。お願いします。いいですか。はい、めっちゃ早い。早っこれはすごい。え、終わったも揺れてる。 あ、終わっちゃった。 ありがとうございました。でもクリアしました。すごい、あ、すごい、なるほどなるほど。ありがとうございます。あ、連打しないともう時間かかるとか結局ダメなんですかね。そうなんですね。なるべく早く連打できると、うん、敵にたくさん攻撃ができまして、ね、ダメージがアップです。すごい。今日はねちょっとまだ電池を交換してないんでこういうこと言う。もうサイボーグ、ね、今コメントでバネをどんなこうのっていうからちょっと反応したけどあのバネじゃありません、電池です。あ、今なんかちょっとムーディーな感じ。ムーディーな感じです。これがさっきの、はい、カップリングですね、はい、今カップリング子供というやつですね。はい、愛の告白がありまして、はい、突然の告白、彼女が出した答えは、私も愛してるわ、まあね、はい、めでたくカップリングが成功しまして、リア充になりました。リア充です。爆誕します。子供が、ベビーが誕生しましたね。このクマと牛の親子から、あなたそっくりの声これはあのが生まれたのは、はい、自分のモチーフ札として使うことが、はい、使えるようになります。はい、うん、あ、じゃあ組み合わせによっては本当にそのレアっぽいとか、はい、すごい強いやつが生まれてきたりもする。そうですね、
親の特徴を引き継いでいたり親より強いモンスターもいますので、はい、なるべくカップリングをして子供を誕生させて、なるほどなるほど、パーティーに入れてください。はい、じゃ今のやつをこう繰り返していくということですね。そうですね。じゃあちょっともうちょっと見ますか。はい、今のチュートリアルだったのでもうちょっと例えば先行った面とかがあれば、はい、じゃあ来ますね。でこれで今 iPhone 切り替わりましたんでよろしく、もうちょっとね、はい、これは海のステージですね。はい、ちょっとチュートリアルを生かしてやってみたいと思います。 海なんですね。はい、人魚がいますね。はい、海ステージなので魚や人魚のキャラクターが敵として登場します。はい、これチェッカーっていうのは大体真ん中に1個あるんですかね。ステージによっては、はい、チャッカーが、たくさんあったりとか動いてるようなステージもあったりして、あ、そうなんだ。はい、1個だけとは限りませんし、はい、5つぐらいがこう同時に出てるようなステージなんかもあったりして、ちょっと難しくなんでしょうね、やっぱりね。そうですね、これどういう風に狙っていくかも腕の見せ所ですね。はい、お邪魔棒が出てきます。はい、このステージはこのチャッカーの上に3本の柱が立ってまして、はいはい、この柱に弾を入れてしまうと弾がなくなるんですね。なくなるんですが柱がなくなりますので、その間にいかに早く弾を入れるか。なるほどなるほど。でこの柱というのが一定時間経ちますとまた出現しますから、はい、この柱が消えてる間にいかに打ち込むかですね。じゃあできれば一発目で消して後の9発を入れるというのが最高のパターンということですね。はい、そうですね、これはセオリーですね、このステージだと。はい、こういうステージ違いっていうのは一体どれくらい入ってるんですか？これはかなりのステージ数が入ってまして、120以上ですね。細かくはいいです。100以上、はい、100以上ありますね。なるほど。はい、でアップデートでどんどん増えていってますので、うん、まあ、この敵との、バトルだけではなくてこの盤面をですね、はい、どうやって攻略していくかというのも一つの見どころになってますね。なるほどですね。はい、そうなんですよね。通信ってアップデートがあるから、うん、数を言えないですよね。今段階ではとかですもんね。そうですね、どんどん増やしていってますからね。はい、で今、この魚の敵キャラクターがですね怒り出し始めまして、うん、もう味方がやられちゃいましたね。この破壊石を早く破壊する、破壊してください。うわ難しい、うん、これでもうちょっとだね。そうですね、右の宝箱は、あ、これはですねプレゼントボックスを狙ってください。今プレゼントボックス、とにかくプレゼントボックスを、はい、まあ、フィーバーゲージが溜まりましたね。あ、来ました。はい、来ると来た。そうするとこの後にフィーバーチャンスに行くと入ります。はい、ここであ、そっか、これを7発で、はい、あれしなきゃいけないですね。そうです、鍵を全部取ってください。あ、取れました。フィーバー連打。あ、そう。あんまり早くない。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、今復活しました。あ、復活した。はい、その間にどんどん攻撃して、はい、はい、来たか。お、いけるいけるか。この最後のこれで美しい、素晴らしい、ギリギリ逆転しました。いい絵が撮れましたね。このフィーバーが非常に強力で、こうやってピンチの状態からでも一発逆転して敵を倒すことができるので、はい、これをいかにどのタイミングでフィーバーを成功させるか、これが見どころですね。なるほどですね。よかった。いや、どうですか、プレイしてみて。いや、もうでもフィーバータイムの爽快感がすごい楽しいので、うん、ぜひまだやったことない人にもこれ体感していただきたいです。割とこう連射がね、なんか気持ちいいですよね。ああいう風にポン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 と来ると反応があるとね。そうなんですよ、フィーバー中はより高速な連射をしても弾がどんどん出てくるようになってますので、はい、まあ、通常よりも速いスピードでどんどん連射して何回も攻撃して自分の有利にバトルを進めてください。なるほどですね。さあ、それではですね、ここからは改めて詳しい情報とか告知がありましたら教えてください。あ、はい、では現在、ゲームの中で、進行しておりますイベント等の紹介をさせていただきます。はい、今はですね、最近新しいキャラクターが多数追加されましたので、はい、そちらの紹介です。今ですねプレイいただいた海ステージにちなんだ海のテーマのキャラクターが多数登場しました。はい、ここに絵に、出ていますけれども、タコのキャラクターとかウニのキャラクターとかカエルのキャラクターとか貝殻のキャラクターとか、はい、多数海のキャラが登場してまして、うん、その中でもこのガチャでしかゲットできないタコのお姫様オクタロッサというのがですね追加されまして、そちらが今だけ出現確率が超アップ
しております。はい、4月23日いっぱいまで確率がアップしておりますので、なるほどですね、よろしければ見てみてください。はい、はいはい、次お願いします。そしてですね、今期間限定で、はい、登場しているボス、この鋼鉄の魔導巨兵更新、この右の2体ですか。はい、はい、この、メタレムという、ボスと期間限定で戦えるというイベントが、開催されております。うん、こちらが4月27日いっぱいまで開催されているんですけれども、このメタレムというキャラクターがですね、非常に強力な防御のギガメタルバリアというスキルを使ってきまして、はい、この防御をどうやって破るかというのがプレイヤーの腕の見せ所となっております。なるほどですね。はい、かなり強いですか。本当に これはかなり強いですね。ちゃんと対策をしていかないと、どんどん自利品になっていってですね、押し切られて負けてしまうという、かなり強力なキャラクターになってますので、なるほどですね、どうやって勝つか構成を考えて見てみてください。はい、なるほどですね。じゃあ私もですね、ちょっとさっきダウンロードして遊び始めたんですけど、はい、今できればですねプレゼントください。ええじゃあもう分かってる。あ、すいません、すいません、名人のお願いします、神業をちょっと見せていただきましたので、そのお礼も兼ねまして新しくプレイされる方にプレゼントを用意してまいりました。はい、はい、この右の豚の女の子、このキャラクターがもらえるシリアルコードを、プレゼントいたします。はい、このキャラクターはですね、攻撃をされればされるほど攻撃力がアップするという特性を持っていて、まあ、先頭に置いてなるべくこう攻撃力を上げて対抗していってもらいたいと。これもシリアルコードをしにあと入力しなきゃいけないそうですね、今写真撮るのが一番手っ取り早いんです。はい、こちら明日いっぱいまでお使いになれるシリアルコードになってます。明日いっぱいですね。はい、じゃあ今日もダウンロードしてね、入力しちゃってください、シリアルコードはね。はい、でさっきのレアキャラのもね、今確率が高いということですから、はい、ね、はい、ぜひ皆さん試してみてください。はい、さあ、はい、はい、最後に番組をご覧の方にメッセージをお願いします。はい、アニマルモンスター略してアニモンはですね、まあ、敵とのバトルが非常に面白い、はい、一発逆転のフィーバーもですね、相まって、まあ、かなり奥深いモンスターとの駆け引き、バトルの駆け引きが楽しめますので、ぜひこの機会にダウンロードして遊んでみて、ぜひ感想をツイッターや、皆さんお友達で、共有していただいて、ぜひご紹介していただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。さあ、そして今日もあの男来てます、ドキドキマン。はい、今日もドキドキマンバージョン2が担当させていただきます。今日のアニマルモンスター非常に面白かったです。なんと名人のダジャレ、モッチピーのダジャレ、そして名人の16連射、かなりドキドキしました。そしてそのドキドキを超えると、ついにムフフなカップリングという、なんと素敵なことが起こるんでしょうというアプリでした。来週以降も素敵なアプリをどんどん紹介していきたいと思います。皆さんぜひお楽しみにしてください。はい、俺いつダジャレ言ったまあいいや、高橋名人ドキドキアップ、次回もおすすめアプリ紹介します。お楽しみに。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間はドキドキグルーヴワークスの提供でお送りしました。